はい。どうも、西武所沢車両チャンネルでございます、えー。今回はですね、都営新宿線のニュースでございます。また本当にとんでもないことが起きてしまいました。それはですね、あの、10月12日ですかね、都営の1300型の10の 470F が あの、出場しまして、性能確認し運転を行いました。そこでですね、その、京王線新線と都営新宿線の駅である新宿駅におきましてですね、またその、ルールを守らない取り鉄がですね、またホームドアから身を乗り出したという事象があったそうです。 その影響を受けましてですね、その性能確認試運転をした車両は、緊急停止をする事態にもなったそうで、その安全確認を行ったそうでございます。この影響でですね、あの、列車にも遅れが出たそうでございます。本当にまたこういう ことを起こすよね、本当に。以前にさ、東京メトローの2000系の 2148F におきましてもね、ほら、あの、キャタツを使ったり、あの、そういうことをして、あの、トラブルになったっていうのもありますよね、確か。本当に。その上さ、17000系の、 ほら、17102F ですかね。そこでもさ、和光市駅でさ、その、駅員とさ、コールになったってのもあったよね。性能確認試運転で。本当にもう懲りないやつだな、本当にルール守れないのは。もうこれ以上守れないんだったら、もうね、あの、性能確認試運転はね、深夜でやった方がいいと思う。 ただね、性能確認試運転深夜でやれるのはね、地下鉄区間である大江戸線だけなんですよね。大江戸線はね、確かにあの、地上区間ないから、まあ深夜にやってもまあや、問題ないっていう状況なんですよ。ただ、都営新宿とかね、都営三田線だとかの方はね、あの、地上区間があるんで、深夜でやるとね、確かにあの、 あの、近隣住民からクレームが来るんですよね。うん。だからね、本当に、その性能確認試運転のね、区間とか、本当に、変えた方がいいんじゃないかなと思うんだよね。だってさ、こういうことが起きるとね、本当撮影禁止になるんですよ。本当に。性能確認試運転もそうだけど。もう。だってさ、ルール守れないって、 ったらさもう撮影するなって痛いよんわかるおそらくね、この性能確認詞運転ですけど、多分、ツイッターで即上げしたんじゃないかなと思うんだよね。多分、予想だけですけど。17000系の時は、ツイッターでの即上げが原因で多分、 この航路になったと見られたんですけど、今回はね、どういう状況なのかわからないですよね、その原因は。うん。もうね、これ性能確認してるんですけど、もう、やるんだったらもう、あの、深夜とかね、たら、とか、そこら辺とかを考えた方がいいかもしれないよね。もうルール守れないんだったら、もう、 撮影禁止にせざるを得ない状況になるでしょ、う。本当に、もう。ねえ、本当に。あれからさ、本当に経ったんて。あの、どっかの駅ではさ、なんか、撮鉄はさ、駅に、なさ、ぶち切れるっていうこともあったよね、本当に。あれは本当ひどすぎだからね、本当に、もう。だって、 駅員はな、だって、そのちゃんとルール守ってればそんなことなんか言わないっすよ。それなりにこんな、ホームドアを身を乗り出して撮影したりとかさ、さあ、キャタツ使って撮り手撮ったりしたりさ、そういうことするから、駅員だって来て、注意しなきゃならなくなるんですよ。負担までかけるんですよ。もうね、そういうね、ルール守れないんだったら、 もう、二度と撮影しないでもらいたいよね。ちゃんとルール守って撮影してる人までもさ、あいつはな、本当にもう、外悪鉄だ、とか、言われるだけだよ、本当守れないんだったら、もう、撮影しないでもらいたいよねうん。もうね、 周りの人も本当に白い目で見てますよ、こんなの。電車遅れたりしたらさ、その、電車を止めたやつが悪いことになるからね。うん。今後ね、もうちょっとね、本当に撮影禁止とかも考えなきゃならなくなってくるかもしれないですね。 ということで今回はですね、その、都営1300型の性能確認試運転におきましてですね、撮り鉄がまたとんでもない行動を起こしたというニュースでございました。以上で終わりまーす。